1986年にエアフォースワンの後継モデルとして登場しながら、不憫なくらい人気がないエアフォース2を語りたいと思います。フォース2といえば、近年はすっかり SB からの展開で落ち着いていますよね。数年前のシュプリームとのコラボによって広く認知度も上がったかと思います。あのコラボから5年が経ったことに驚きを隠せませんが、それ以前にフォース2が注目されたとなると、初復刻された2000年代前半までに遡るかと思います。なんといってもハイカット、ローカットともにリリースされたエスケープが有名ですよね。中古市場でも特にローカットのエスケープは根強い人気がありますが、あくまでこのカラーリングが有名なだけであって、フォース2自体は人気はないと言えますが、80年代のオリジナル当時から人気がなかった悲しいモデルです。純粋にバスケット用としてはフォース1をアップデートしたモデルで、 NBA 選手にもそれなりに履かれていましたが、どうしてもストリートで履くことを考えると、フォース1と比べた時にそのアッパーデザインの複雑さから、当時本国アメリカで嫌われることになり、挙句ロボットシューズやフランケンシュタインなどと呼ばれ、ひどい扱いを受けていたのです。80年代のフォース系のシリーズでは似たモデルが多いのですが、やはりフォース1直系の後継モデルなので、タウンユースでも使いやすいものを期待されていたんではないでしょうか。ただでさえジョーダン1やダンクといった比較的シンプルなハイカットモデルがリリースされた後ですし、さらにオリジナル当時はローカットが存在していないので、余計ひどい扱いを食らったのだと推測できます。このようにフォース1の代わりにはならなかったので、フォース1復刻の声が大きくなったことにつながったのは周知の事実です。フォース2のオリジナルは日本ではどれくらい流通していたのか分かりませんが、アメリカと違って購入するのは基本バスケット用としての目的であって、最初からタウンユース用として購入したのはごく少数だったと思います。復刻は果たせたとはいえ、全く人気が出ないフォース2ですが、数年前にシュプリームコラボが出た時にはダサかっこいいみたいな表現をされる始末で、私としてはなんちゅう扱いしてくれるねんという感じでした。まあ実際にフォース2のデザインに近いデルタフォースなど、80年代後半のフォース系バッシュはほとんど復刻がされていないことからも、一般的には需要がないモデルなのは明らかなのですが、例えばダッドシューズに対して言うならわかりますけど、ダサかっこいいってもはや褒めていませんからね。2002年の初復刻直後こそ、スニーカー好き界隈の一部では多少注目されたフォース2ですが、この時代というのは世界的に見てエアフォース1人気がピークに達していたタイミングでもあったので、余計に注目されなかったんではないでしょうか。日本でも90年代からずっと人気があったフォース1ですが、ハイテクブームが終焉してローテク回帰の時代でもあったので、一般的に考えてこの頃に定番シューズとしてのポジションを確立したんではないかと思います。逆にフォース1人気が最高に高まったから、あえてこのタイミングでフォース2を復刻させたかもしれませんが、いつの頃からか一部ではダサいとまで言われるまでになってしまったフォース1。これはある意味でスタン・スミス化したことと、ボリュームがあるために微妙に合わせ方の難易度が上がることで、無難にスタン・スミスをチョイスするより残念な人が履くと強烈に残念になるので、ある意味仕方ありませんけども、ただその反面、現在でもロー、ミッド、ハイと高さの違うものを楽しめる数少ないモデルですし、白のローカットだけをこだわりで履いてる人や、昔からモデル数が多いだけにコレクションしやすく
ほぼフォースワンしか履かないマニア勢が入り乱れ、その取り巻く状況は複雑になっていて、同じ定番ポジションにいるコートシューズの中でもスタン・スミスやスーパースター好きなんかと比べたら、フォースワン好きはコアで詳しい人が断然多いイメージです。圧倒的なカラーリング展開なので、他の定番スニーカーに比べ選ぶ楽しさもあるのはフォースワンならではと思います。フォース2のデザイナーですが、フォース1に引き続きブルース・キルゴは仕方とは思いますが、完全に一人で完成させたのかは不明です。キルゴア氏を中心としながらも、フォース2、フォース3、デルタフォースなど、この辺りはデザインチームで作り上げた可能性が高いです。実際のところよくわかりませんけども、エアフォース1の登場を皮切りに様々なフォースシリーズが一気に展開されていくわけですが、フォース1直系の後継モデルでありながら、いまいち他のフォースシリーズと差別化できていないことも、フォース2の人気が出なかった一つの要因かと思います。80年代のバッシュに明るい人にはおなじみですが、フォース2のアッパーデザインはデルタフォース AC に似ていて、フォース3はデルタフォースに似ています。リリース当時の空気感は分かりませんが、個人的なイメージとして少なくても日本ではフォース2よりフォース3の方が人気があったんではないでしょうか。まあどちらにせよ、フォース1に比べると2も3もゴテゴテしたデザインだった上、履き口が分厚くかなりのハイカットなところもタウンユース用には向かなかったのは明らかです。フォース2とデルタフォース AC は非常に似ているモデルです。スーシュがヒールまで伸びていないのがフォース2ですが、ヒールまで伸びているデルタフォース AC の方が人気です。私もデルタフォース AC はとても好きですが、ローカットも出てきてからはフォース2の方が好きになったかなというところです。ナイキブランドに関してはタウンユース用としても基本はハイカットモデルの方が好きなんですけども、このスーシュが途中で切れるというものは80年代半ばから90年代前半のモデルに多いですが、こういう柔軟な使い方ができるマークというのもナイキの良いところな反面、ナイキ好きの中でもこの処理を好まない人もいます。デルタフォース AC との類似点は多く、アッパーサイド部分に入ったパンチングやディーリング、そしてヒール部分に入るずんぐりとした立てない木も同じです。80年代、こういったやや複雑なデザインのアッパーに関しては、ナイキブランドで言えばランニングや黒トレ系なら結構ありましたが、バッシュの場合は基本的にはハイカットかミッドカットでの展開が多かった雰囲気です。デルタフォースなどローカットでも複雑なデザインは若干存在したものの、フォース2のデザインはローカットにすると違和感すら感じるのですが、この少し引っかかる部分が個人的に好きなポイントでもあります。しかもローカットでディーリングですからね。ナイキ以外でもランニングシューズでは数多く存在しますが、バッシュでディーリング仕様は少ないです。アディダスで言えばコンコルドがディーリングバッシュとして有名ですね。このディーリングに色をつけることで面白いポイントにもなります。サイドにパンチングが多いこともあり、当ボックスのベンチレーションホールはフォースワンとは違い控えめに入っています。合成樹脂のパーツも好きなポイントです。ヒールに入った立てない木、小ぶりですがプリントではないので存在感があります。ヒール部分のアッパー外側についたヒールカウンターも同じ樹脂パーツです。このおかげでスニーカーを乱暴に履く人でもヒール部分のへたりを防げるという反面、その硬さからしっかり紐を緩めてからでないと足入れしにくいです。フォース2はこのヒール部分のデザインが初期と後期で異なり、初期がヒールカウンターの上にさらにパーツがついている仕様です。これは作られた時期が近いこともあり、ジョーダン2にもほぼ同じものがついています。そしてプルストラップに変更されたものが
後期モデルになりますが、これだけでかなり見た目の印象が変わります。当時耐久性の問題でヒールカウンターの上のパーツを外してプルストラップに変更されたのですが、当然ながらデザイン的に見て前期型のプルストラップなしの方が断然人気があります。フォース2のハイカットはダンクやジョーダン1に比べ履き口のライニングがごつめなので脱ぎ剥ぎするのが大変です。復刻版を所有していましたが、あまりに履くのが面倒くさくて手放しました。デザインは好きなんですけどね。フォース3のハイカットもそうですが、もはやスノボのブーツを履くような感覚です。ミッドソールのエアの文字ですが、フォース1のようにイタリック体ではないので、すごい違和感を感じますね。ヒール部分が縦ナイキなので、それに合わせたんだと思いますけども。おなじみの同心円を描くピボットポイントは、フォース1から引き継いでいるデザインですが、室内でするバスケットという競技の特性に合わせてデザインされています。近年リリースされた SB のアウトソールはスケート仕様にピボットポイントは残しつつも独自のパターンになっています。タンのモデル名はオリジナルでは全てエアフォース2と入っていたかと思いますが、復刻版ではエアフォースだけのモデルもあります。私は SB のように肉厚になったシュータンは好みではありませんが、ロゴマークにSB がついていないところがポイントです。フォース2のオリジナルの生産期間は89年までかと思います。フォース3は88年にリリースされているので、3が出た後も2は生産されていたことになります。初復刻は2002年、ローカットの初登場は2003年になります。ナイキ SB が立ち上がったのは2002年ですが、復刻された当時は SB ではない、いわゆるレトロバッシュとしてのモデルが復刻されていたのですが、この2002年から2004年頃までに復刻された SB ではないフォース2が好きだったのです。ただ他に SB でも展開されているブレーザーやダンクなどとは違い、 SB にあまり興味のない私でもローカットのフォース2はオリジナルには存在していないことから、ある意味で新しいモデルの感覚なのでありかなとは思います。太めの丸紐は好みではないのですが、買えればいいだけですし、2005年頃からは基本的に SB としての展開がメインになっていきますが、2000年代後半はほとんど生産がされていなかったはずです。グローバルでの初復刻のインラインモデルとしてはトリコロールカラーが最初だと思います。実際に87年にバークレーが試合で履いていたカラーリングです。 SB ではないフォース2は復刻されてから2年間程度は一気にカラー展開がされていきますが、白や黒ベースとして差し色が入ってる程度の日常使いしやすい配色が多く、ダサくが少ないイメージで、この点もフォース2を魅力的に感じさせてくれる一つの要因です。今なお中古市場でも人気が高いエスケープに加え、いくつかコラボも登場したことである程度は注目もされたかと思いますが、フォース2はかわいそうなくらい人気が出ませんでしたね。そもそも復刻後は足数が少なかったことで入手困難になり、人気が出たと勘違いする傾向にあったんじゃないでしょうか。2010年以降になるとほぼ日本でのオフィシャル展開はされていないこともあり、必然的に注目はされないですよね。コラボといってもシュプリームレベルでないと話題にも上がりにくいですし、また SB ではないフォース2は日本の中古市場ではそれほど出てきませんが、 eBay などではそこそこ出回っているので、現在でも探せば比較的購入しやすいかと思います。まあ根っからの天の弱気質な私としてはこういったモデルを好きになりがちです。前回取り上げたエアスタブもそうですが、本当にデザインが良いと思ってますからね。2000年代前半くらいまでは
co.jp の影響力も強く、このフォース2に限らず、日本初のモデルもそれなりにあったんですけど、今は昔。私の手元に一足だけ残ってるフォース2は、2003年のヘクティクテイアンカラーのローカットです。昨年、レアスニーカーをほぼ手放したのですが、そんな中でも残したほどに思い入れがある一足です。別にプレミアがついてるわけでもないんですけども。これは国内でも数店舗のみで発売されたモデルですが、購入当時から汚すのが嫌で、あまり出番が少なかったために、約20年経った現在でも、そこまで状態は悪くありません。きちんと管理していたわけでもないのですが、ヒールカウンターのパーツも破損せずに維持していますし、今年の春はローテーションに入れようかと思います。どちらかといえば、SB ではないフォース2よりも、フォース3の復刻を待っている人の方が多いでしょうけども、安っぽくリリースが連発されるより、 SB としてフォース2の居場所ができたことは嬉しく思います。以上、エアフォース1の後継モデル、エアフォース2の紹介でした。今回はこんなところです。ご視聴ありがとうございました。